私は桃井こと桃井春子です。初めてオーストラリアに来ました。最近だと、声優としては、シュタインズゲートでフェイリスニャンニャン役をやらせていただいております。お待たせしました。アイスコーヒーになりますにゃん。私が秋葉原で路上で歌って、道路で歌っていた時はまだ1996年とかだったので、秋葉原は電気街で萌えの街ではありませんでした。メイド喫茶もあまりありませんでした、なので誰もやっていないところで歌を歌ったりするのがすごく楽しかったですし、実は前にパパに話したことがあるにゃ。秋葉にもメイド喫茶をオープンさせたらどうかにゃーって。まずは自分でイメージして声を出してみるんですけれど、アニメーションはたくさんのスタッフの方が一緒に作っていますから、ディレクターにどうですかと聞いて一緒に声の感じを決めていきます。バイラルアタッカーズにゃ。遠くで東京以外のところでライブをやったり、皆さんと触れ合える機会があるとすごく来てくれたって喜んでもらえるのが私もとても嬉しいです。私はオーストラリアに来るのが初めてですし、次いつ来られるかわからないのでもうなんか一生に一回かもしれないと思って頑張ってライブとかやろうと思いますので、それがファンの人にも伝わってすごく盛り上がってもらえるのかなと思います。今回は本当にこのスマッシュでシドニーに来られて嬉しいです。ありがとうございます。